はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の初めて、初めましてについてですね。作詞は日暮さん、作曲は福田さんとなっていますね。今回はセサミーストリートとのコラボでしたね。初めて初めましては大輔お兄さんと匠お姉さんが初登場した時の月歌なんですよね。それを今でもこうやって初めてという時にはよく使われているんですよね。とてもいい曲ですよね。はい、今日はお母さんと一緒の初めて初めましてについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。